徳島県阿南市は夏に収穫を迎える早場米の西日本有数の生産地で先月からコシヒカリの植え付けが始まっていますこの時期最盛期を迎えていてトラクターで水を張ったばかりの田んぼに次々と苗を植え付けていました今年は例年より2月の寒暖差が大きく温度の調整に苦労したということですが 例年よりも大きめの20センチほどの苗に成長したということです。植え付けは今月末まで続き、順調に育てば8月上旬頃には刈り取られるということです。